ガクトのゲーム、ガーメセンタル。僕ちなみにあれ何の作フランスなんですね僕は。2位フランスですね。僕イタリアですね。兄さんがドイツ。さあ次何の競技か。何種類ぐらいあるんですかね。うわあ。こういうの得意。バイアスロン。打つやつ。打つやつですね。打つやつ。R2 をタイミングよく3回押す。タイミングよくってどういうことなんだろう。L2 を押すとブレーキ。いや難しいなこれ。射撃は左スティックで標準を合わせて R2 で銃を撃つ。やべめちゃくちゃ難しい。自信が全くないですね。よーれスタートは R2 3回ですよね。 R2 3回わかんない、わかんない。え、なんで全然進まないよ。え、どういうこと。 R2 とか押すと加速。あー、なるほど、なるほど、漕ぐわけか。なんだこれ。けどあ、いやいや、そういうわ。何を狙うんだこれ。わかんない。よくわからないな。ねえ、そこもなるほど。こんな競技があるんだ。なんかこれすごい抜かされてったの今。すごい疲れる競技だなこれ。すごいですねこれ。実際にこんな競技があったのも俺知らなかったっす。またまた来た。また来た。 R2 で L2 で早いな。よし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 。すごい競技だなこれ。これちゃんと行きました。いやもう早い。え、まあ、2回打つってことだからね。あれ量が2通過。いやいや、許せないっすね。全然打てなかったっすね。難しい。でもこれあのでまだまだ見えてるよ前に。誰だ。いけるいける。兄さんがいる。よし、俺風になれ。風になれ。ちょっと待ってこれ。まだすぐ抜かせる。抜かせるけど。いや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 。誰ですか今。僕。あ、今そうですね。あ、いやちょっとラッドだったよ。いや、いやむっちゃ悔しがってるな。やっと意味が分かった。練習試合みたいなもんですね。やっと意味が分かった。まあでも練習試合でも売れたとするんだよな。そうっすね、そうっすね。分かったぜ。やっと意味が分かったぜ。次ショートトラック。ショートトラックです。違った視点で見れそうですね。 L2 と R2 を素早く交互に押す、または右スティックを素早く左右に倒す。そっちの方が良さそう。よっしゃよっしゃ。やべえなこれ。全然追いつけない。追いつけないじゃん全然。どうしたら追いつけるんだろう。これさ、はい、
りょうさん、お前ちょっとうますぎないか、お前ちょっ と, やったことないお前練習してるだろ、お前やったことあるんじゃないの、これやったアドレナリンめっちゃ使ってますけど全然追いつけないんだけど、あいや、いや、ちょっと悔しいな、視界でずっと捉えてたんですよ。なんで俺だけ頭抱えてんの。良いだから。衣装違うもん、一人だけ。うわー、やってもうたー。え、出た、僕4位これ全部じゃないですかね、カップ。最悪またかよ。なんでこういうパターンなんだよ。え、これで終わり。もしかして、じゃあもう一回いきますか。続けて、続けてやっときますか。何やと。みんなで最後の方に一気にやってもいいかなと。分かったよ。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック、今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。